はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ちは尊重スタジオです。今日はどんなお話をするんですか？今日はね、メロダインでの花歌作曲について少しお話をしたいと思います。花歌で作曲したことはありますか？私はそれはないです。今日はね。とっても便利な。メロダインでのミディデータの作り方を勉強して。自分の鼻歌で。 メロディーをを作る方法をやってみたいいと思います。わあ楽しみじゃあ今ねテンポ100くらいで歌を歌いますからちょっと聞いてみてくださいじゃあアドリブでレコーディングをしたいと思います音程だけ取っておきますじゃあレコーディングスタートドゥ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  ルルルル。ルルルル。ルルルル。はい、こんな感じになりました。メロダインをかけてみたいと思います。メロダインはどうやるか、ショートカットキー覚えてますか。はい、わかります。コントロール M. です。はい、よくできました。 はい、いメロダインがかかっています。これを楽器用にするわけですから微妙なことはする必要がなくって全部を選択しておいてピッチのマクロ機能をやってみたいと思います完全に音程をセンターにしてドリフトもないようにしておけばいいわけです OK をしますちょっと確認をしたいと思いますが先頭がはっきりずれていますこんな時は ここでキースナップにしておくと合わせやすいです今回波長長でやりたいので C メジャーにしておきますはいこうなりました<ー>はいこのようにして「<ー>修正をちょっとだけ加えます。ルー」 はい、これで聞いてみます。<noise> ここちょっとおかしい感じもしますが。はい、治りましたね。じゃあ、これを下のインストゥルメントのトラックにスライドします。 はい、これでこのように音符になりました。ちょっとズレもありますので、クォンタイズをやってみたいと思います。はい、揃いましたね。これでどうでしょうか。聞いてみます。 そして、ここでこれを全部選択しておいて、アクションのメニューから長さというのを選びます。そしてレガートとオーバーラップ修正を一緒にやりたいと思います。そして OK を選びます。はい、そうすると、このように音符の重なりは取れて、そして次の音符まで、ちゃんとレガートをしてくれています。 もう一度聞いてみますはいうまくできましたねスタジオワンではメロダインで解析した結果をミディのトラックにこのようにドラッグドロップするだけでこんな感じにメロディーが。 すぐにできました MIDI になればあとはいろんな音で演奏させるだけですね楽器ができない人でもうまくできそうはいただし私音程が悪いからうまくいかない場合があるんですよねある程度音程はしっかり歌わないと結果が良くない場合がありますね今日はそんな感じで鼻歌から ミディーのメロディーを作るお話をしました。じゃあ私もまた挑戦してみます。はい頑張って。村長さん、今日は小ネタとは言わずに小ネタをやりましたね。バレたか。村長スタジオでした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。